どうもこんにちは。このゲーム始めてからドハマりして動画編集サボってたゆきくんです。やってんね。ちなみに沈没世界は今年出るか怪しいよ。このゲームが面白すぎるんだ。環境に追いついたらちょっとは欲が落ち着くと思うんだけどね。本当にそうかな？沈没世界の進捗は釣ったカターで報告するから許して。ところでなんでポテト畑なんか作ってるのさ。実はですね、ポテトが 2.56 万個でホットポテトブックなるものが作れるんですよ。作るとどうなる？知らんのか、強くなるんだよ。武器一つに10個つけられるから、25.6 万個集めよう。買えばよくない？金欠だから無理。ついでにファーミングレベルも上げられるし、今100万コイン使って買うなら手動で集めようかなって。その集める時間に金稼ぎすれば買えると思うんだけど。まあそれなら頑張ってね。やったぜ。なんか少なくない？なぜかはわからないけど、たまに収穫してもコレクションの数値増えないんだよね。でも必要数は集まったから、これをルナーンズ棒につけるべ。このほんと武器をかなとこでカンカンすれば強くなるのか。なんで芋で武器が強くなるん？知らん。でも強くなるならつけるべきだよね。基礎してがプラス20か。どのくらい強くなったのかわかんないけどね。ダメージ比較くらいしようよ。ま、ええやろ。芋の浮か疲れた。息抜きに上に出てるオブジェクティブってのを消化しておこうかな。モッチーさんに道案内してもらってクリアです。話が長いアメリカ語わからん。お、なんかもらったぞ。おーすげー。お絵かきもできるスカイブロック。強い。せっかくだしなんか書いとくか。こうすれば、鶏の完成です。クオリティヒック。ってな感じで終わってないやつを終わらせました。特に面白いものはなかったね。まあおまけみたいなものだし、しょうがない。ということで、同じクエストであるスレイヤーをやっていこうと思います。スレイヤーって何やるの？まあ名前の通り、モブを倒すやつ。クエストを受けて、モブを倒すだけなんだけど、倒すと右側の数値が増えます。これを最大にすればクエストが終わりってこと？いや、違うのか。最大にするとこんな風にボスが出てくる。なるほど。ワンパンしてしまった。ある程度装備があるからレベル1だと弱すぎるね。報告したらクエスト終了です。おお。まあ、このクエスト周回すればするほどお金が減るんですけどね。なにそれは。レベル2もやってみるべ。あたいお金が減るクエスト周回なんてやだよ。まあこれに関しては、プレイヤー全体のお金の総量を減らすためのものなのかなって。ゲームのお金の流れを大体出ずにするとこんな感じなんだけど、この流れの差が極端なんだろうね。ミニオンがいれば放置で資源が集まるから、プレイヤー全体が持ってるお金の量が増えすぎちゃうのか。周回すると超強いレアドロが手に入るクエストでそのお金の量を減らせれば、ってことなんだろうね。これ初心者向けじゃないじゃん。そうだよ。スレイヤーはお金に余裕ができてからやります。あ、レベルアップした。さてと、そろそろエンドに行く準備をするかな。おお、なんだこれ。島を自動生成してくれるアイテムらしい。はえ？何のためにこんなものを？この島を作ると出てくるクリスタルってのが強いらしいから。こいつね。これを回収しに来たんだよ。ほう。こいつがあるとネザーオートが勝手に生えてくれるんだよ。なるほど。ネザーオートとエンドって何が関係するの？ポーション関連なのかなって思ってる。なんじゃそりゃ。ネザーオートを取るとアルケミストのレベルが上がるんよ。ついでにポーション専用バッグも解放される。へぇ。はじめは火力が足りないから、ポーション使って狩りやすくするためらしい。誰かの動画で見たからやってる。適当だな。お、育ってるな。これを時々回収してレベルを上げるのか。ネザーに行って生えてるやつ回収してくる方が効率良さそうだけどね。あ、おバカ。このクリスタル2層くらいなら生やしてくれそうだなぁ、と思って増設してたら生えた。強い。思ったより範囲広いのね。クリスタル取るために作った島は解体するべ。思ったより黒曜石多くてめんどくさそう。二人で解体したからそんなに面倒じゃなかったけどね。ちょっといいこと思いつきました。大抵悪いことだけどね。サブデータで設置して、クリスタルだけ密輸すればいいんじゃねえの？行くぜ、サブデータ。悪いことしてるじゃん。解体しないでクリスタルをゲットしちゃうぜ。これでクリスタルいっぱい島に置ければ、素早くレベリングができるって寸法ですよ。あれ、置けないんだけど。え、それは、島に1個までしか置けないよって言われる。マジか。さすがハイピ。
悪いことできないようになってる。でっかいネザー王と農場できればよかったのにな。ネザーに直接取りに行くか。うん、なんかゲーム内で音楽が流れてるぞ。スプーキーフェスティバルの音楽だね。しかも見知らぬアイテムがドロップしたぞ。これが新要素ってやつですか。なんでもいいからモブを倒せばアイテムが手に入るのね。1時間でアイテムを集めて、それを交換する感じか。ということはですよ、拠点で落ちてくる豚殴ってれば勝ちでは？で、出た？勝ったな。スプーキーフェスティバル終わったな。イベント限定アイテムに強いタリスマンが追加されててびっくりしたね。興味本位でオークションに出したらめっちゃ稼げたよ。うまうま。編集時点ではイベント限定装備も揃って結構満足してます。変な顔だな。イベント時に装備のステータス3倍になったり、限定アイテムのキャンディーがたくさんドロップしたりとめちゃくちゃ強いよ。リフォージはワイスをつけるとマナがめっちゃ増えるからおすすめらしい。なんか青い装備持ってねえか。あ、これ買っちゃった。でへ。まだ強い剣を持ってないくせに見た目で装備を買うな。ワイス装備持っててゼアロットワンパンできない敗北者でごめんなさい。敗北者なので端っこでいっぱい殴ってレアドロー狙います。どうして剣を先に買わなかったのか。ルナーンズ棒を作って武器は満足してしまいました。豚剣がすぐできるからって慢心してたら全然できないし。敗北しちゃったねー。う？ワンパンできない狩りはつれーなー。スプーキーフェスティバルの後は人数が減るのか、サーバーが空いてるんだよね。ということで初めてのドラゴン戦、やっていこうと思います。ドラゴン戦ってどんな感じなの？こんな感じ。ほーん。だからみんなゼアロットを狩るのか。せやな。ちなみにこのサモニングアイをはめた数とダメージの順位で、討伐時の報酬が変わるんだ。一番当たりなアイテムが AOTD、ドラゴンの剣だね。へぇ。サモニングアイを2個はめて1位か2位を取ると出るらしいよ。だから4人で2個ずつはめたり、3個はめ2人、2個はめ1人でドラゴン戦をやるのが主流だね。ほーん。さらに、出てくるドラゴンの種類も7つあって、いいドラゴンが出て、その装備が出れば一攫千金らしく、一部ではドラゴンギャンブルなんて言われてるらしいよ。ギャンブル好きだねー。これが出てくるドラゴンの種類だ。結構いるね。うん。中でもこのスーペリアってのが一番の大当たりで、装備で、出たー、スーペリアだー。え、これが装備一つ2000万以上するって噂のドラゴン？せやで、こいつら邪魔だな。まあ僕今回サモニングアイをはめてないので、装備は出ないんですけど。なんだー、儲けチャンスかと思ったのになー。しかも初ドラゴン戦だから、立ち回りがわからない。ちんたら登ってないで弓打てよ。アイはめてなくても順位が上ならフラグメントがたくさん出るんだぞ。1個10万以上だぞ。そんなこと言われても、初体験なんだからしょうがないじゃないか。あそこ行って弓打つべ、あ。下手くそ。ドラゴンは時々止まって雷を落としたり、火を吐いて攻撃してくるよ。あとプレイヤーに直接突進したりします。これが自分のダメージ量か。1回で1万いかないくらい出てるのね。ドラゴンに対してダメージ量が上がるエンチャントもあるらしいから、お金を貯めてつけたいね。何回か死んだガバガバプレイを全カットしました。ドラゴンが何回言ってるぞ。ドラゴンってのは体力が少なくなるとお友達呼ぶんだよ。こうなると、今まで何もしてこなかったゼアロットが唐突に敵対してきます。ゼアロット連れてきちゃってるじゃん。身内だからギリギリアウト寄りのセーフ。スーペリアで邪魔するのは犯罪。気をつけます。といった感じで、初ドラゴン戦は終わりました。下手くそすぎた。まあ初めてだししょうがないね。経験を積んで立ち回り練習します。フラグメントは4つでした。美味しい。2回目はワイスでした。練習できてよかった。ダメージが150万出てる。強い。1位と2位は装備レベルが違うからダメージも倍くらい違うな。サモニングアイを入れた分だけダメージボーナスもつくらしいし、それもあるのかな。サモニングアイ出してきたし、僕もアイはめてドラゴン戦するぜ。何が出るかな。オールドか、普通だな。僕これ学び終えたんですけど、ワイス装備を着てるから、AOTE で移動すれば最初の吹っ飛びをどうにかで、あ。下手くそ。これ飛ぶ前の場所と着地場所決めてやった方が良さそうだな。他の人のドラゴン戦動画見て学ぶべきだねー。とりあえず弓で攻撃しなくては。あれどこにいるんだこれ。見えないね。僕も上に登るべきか。グラップルフックで下にやると少し高く飛べるんだよね。他の人に重ならない場所に行かねば。ここでいいんじゃない？よし、じゃあ攻撃開始だ。
ドラゴンの後親が追いかける不思議な光景だな。自動追尾のエンチャントが強い。というかこれがなかったらやってられないね。あれ、ドラゴンどこ行った？あ、いた。ドラゴンは描画範囲外によく行くから見失いやすいんだよな。矢は描画されてるからそれで大体の位置を予測するのが良さそう。あんまりダメージ出せなかった。5位か。何か装備は出たかな。フラグメントしか出ませんでした。100万コインをフラグメントに変換するのはギャンブル失敗。いっぱい殴って集めたのにな。また集めてくるか。ドラゴン戦、始まったな。100万で本一つって高いねー。